はいどうもリントです。今日は、うつしおの箱をね開けていきたいと思います。で結構ねちょっと最近振り直しをして、送料をねできるようにしたのでそのためにちょっと体勢を揃えるのに体勢用のベルトをねゲットしていきたいかなと思います。ちょっとね早速銅の箱だけちょっと開けてますけど、ベリアル強が出ましたね。世界中銀は福引きベルトメタスラ金になりましたね。金ベルトオーブ小さなメダルメダルベルトベルトメダルベルトベルトベルト。はい、次竜箱ですね。竜箱はもうベルトですね。はい、ベルトベルト。まだ開けれるかな。あ、もう持ち物いっぱいか。じゃあ一旦見ていきますか。よいしょ。封印 2% 天使いらないね。でも封印、いやでもダメだ、目覚めさせても10にはならないもんね。できれば封印10魅了10のベルトが欲しいんですよ。うん、これもダメだね。これは使わんな。これも使わないな。これも使わないね。これも使わないね。お、割と面白いベルトですね。素早さ、器用さ、攻撃魔力。でも使わないね。使わないね。使わないね。光特技と氷特技。こう、使わないね。使わないね。使わない。邪神に捧げに行きますか。出ないね。まあ、そう簡単には出ないよね。封印魅了がついてるベルトってまあめったにないよね。で、できれば、7、8耐性ぐらいはね、つけたいんですよ。封印麻痺混乱眠り、おどころとか魅了あ、でそうだ、これ完成してるんでストーリーでもらった報酬、報酬ではないですけど、ストーリー途中でねゲットしたこれはもう砂にしましょう。うん、魔人も大丈夫だね。完成してるから勲章もあげます。これも捧げますか。風特技ね、使わないね。封印と魅了の神ベルトが出たらな、もう最強なんだけどな。そう簡単には出ないよね。封印だけでもいいかな、ひとまずね。魅了はね、あのメガネと宝珠で90ぐらいにはなるから100、まあ、100にしたいね。100にしたいね。まあ、ただね、踊り転びの片方もね、100にはならないんだけどね。94とか。ちょっとここで残り開けてきますか。まあ、ここも全部ベルトですね。さあ、どんな感じになるか。いいのが出るといいね。
よし。頼むよ。水系 6% レアドロップ攻撃減枠。水系6か、6はいらないな。氷炎魅了6。ちょっと一回これ目覚めさせてみますか。これはいらんね。魅了ガード6、こっちもあるね。2回チャレンジできるね。2回チャレンジして封印がついたらね。正直なところこれでも足りないんだよね。あの 2% 足りないんだよね。 100% ではないんだよ。 100% ではないから、目覚めさせた上で、あれなんかパルプンテみたいな感じで起きれば、奇跡が起きればね、ね、いい感じかな。奇跡乾杯っていう感じでならないかな。ちょっと頑張ろう。ちょっと頑張ろうって言ったらね、自分が頑張ってもできることではないんで、あれなんですけど。ちょっと頑張ろう。あ、違う。まあ、でも数あまたある中から封印がつくなんてね、そう簡単には。来い。はい、攻撃自麻痺。はあ、来い。おい、呪文発動速度。そっか。そうか。はい、ということでね、今回この辺で最後撮ろうかな。はい、ということで、見事にね、爆死ですね。はい。もしくはね、装備をね、タイまで買うっていうのもありなのかもしれないです。すると装備、封印だけはそっちでつくので、魅了のベルトだけゲットすることができれば、使えなくはない状態になるので、そういう方法もね、なきにしもっていう状態かなとは思います。まあ錬金石とか使えないんですけど、なのでちょっとそういう風に考えてあげてももしかしたらいいのかもしれないですね。はい、ひとまずね、今回は OK のね、うつしおの箱を開けていきました。まあ見事に爆死ですね。とりあえず砂にはなりますので、封印だけまた増やしていくって形にはなるんですけれども、そんな形で、またやっていこうかなと思います。では本日は、以上です。以上、リントでした。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録お願いいたします。